は空いてるかな。桜木町。あ、寒かった寒かった。あの提灯みたいなところがそれ。カレーラーメンが有名なんだって。でも何頼んだらいいのかよく知らないんだけど、調べた方がいいかな。あ、こっちも綺麗だ。これあそこカニ道楽。あれ、そう。ああ、やっと増える。気になってた。カレーラーメン1つお願いします。はい、麺の硬さの、硬めで、硬めね、ニンニクちょこっと入れます。あ、ニンニクお願いします。入れ、あるね、はい、ニンニクちょこカレーラーメン、硬めね。お冷やです。ちょっと狭いですからね。どうぞ。結構辛いもんね。はい、オッケーね。山形のやつみたいな。うん。麺のラーメンとジャムカレー。はい。麺の硬さは普通で。ニンニクちょこっと入れます。はい。はい。ニンニクちょこ入れるのは普通ちゃうね。仙台に行ったんですけど、ちょっと用事が、うん、でその時、龍上海行ったら、うん、本店、はい、連休中の日曜日に、片手の日曜日で、土日月日、うん、めちゃくちゃ混んでて、2時間ぐらい待って、初めてそこに、お
お部屋出ましたね。去年行った時そんなお部屋出てますね。はい。はい、茶碗カレーね。でもそれだけ待ってもやっぱあそこが一番うまいっすね。カレーラーメンです。はい。麺の硬さは硬め。ニンニクちょこっと入れます。はい。はい。ニンニクのカレーラーメン硬め2丁ね。ありがとうございます。1100円ですね。はい、ちょうどいただきます。ありがとうございます。もう車屋ずっと行ってない、最近行ってないし。行こうと思えば行けるけど、いつものカートのおばちゃんに会いたいから、うん、あの人のいる時間だと行けないです、うん。はい、ニンニク
食カレーラーメンですね。はい、こちらもね、同じです。どうぞ。はい、麺の硬さは普通です。はい、ニンニクちょっと入れます。はい、インチョコカレーラーメン普通。ブラジル食堂って書いてある。Oh.